冬になっていろんなところを出てみたいなと思った時に、やっぱりスターダムってすごい魅力的なリーグだし、やりたい選手もいっぱいいるし、やっとやっと白星を取ることができて、本当にどんな形であれ本当に嬉しいです。Me is the five star player. I am the number one. Five star for free. You know what? I give a shit. I don't care. All I care is to get this belt back. It's my belt. And you know it. Yeah, everyone knows it that I'm the true champion. I can't beat by a midget. Come on. Every one of you are a midget. I am the true champion. And I will get this belt back.伸びしろがある限りはまだまだ満足いかないですね。100点ってことは現役である限りないはずなので、これ5スターで自分が優勝して存在感を見せつけたいと思います。チカッパやったるたい。やるしかないでしょ。しかも後楽園っていう舞台なんで、ボコボコにして立ち上がらなくしてみます。えい、安川アックギリギリだけどやったぜ。お前ら覚えとけよ、ここで取ったからいい気になるの。私はお前らをシングルリーグで落とす。いいぞ。私はデビューして自分がずっと練習してきた01じゃなくて、全然違う場所にいきなり入ってやっぱ不安がなかったわけじゃないし、不安とかもあったんですけど、ずっと戦ってきて、また初心を忘れずに戦ってきたことが今日の勝利につながったんじゃないかなと思います。23日後楽園ホール、アルファ対千賀教決勝戦、お前らみんな見に行く。私は冷蔵庫だ。おいで。冷蔵庫と一体化したようなもんだから絶対押し潰してやる。自分はずっと打倒高橋の前でやってきてますし、2年前に赤いベルトを挑戦して止めなかったっていうね、自分の現実を突き詰められて、それから、もう次は大きい会場でやりたいという目標を持ってやってきたので、これはもう本当にチャンスなので、はい、それをつかめる努力はしてきているので、はい、もう自分のプロレスをして、永井さん、女子プロレス、自分がこれから新しい女子プロレスを作っていけるように。